悪魔のバター巻いた焼き方ご飯を作っていきます。白米2合を洗ったら醤油大さじ4を投入し、2合の線まで水を加えたら混ぜていきます。舞茸ちゃんをいい感じにほぐして全体に敷き詰めたら、油を切ったツナ缶1つ、バター1かけを投入し、通常炊飯スタート。炊けたらお茶碗へ盛り付け、ブラックペッパー追いバラして完成。書籍発売中です。